あった時とアンダー23がなくなってからとかっていうのの、なんか変化というか、まあ、よくみんながこう言うんで、そのアンダー23のこう、があったことで良かったっていう、まあ、そこでプレイした、例えばユースの選手とかの話も、まあ、よく聞くんで、あの経験があったからみたいな、あそこでの力の差でとかで、そういうのもあるだろうし、経験を積めたっていう選手たちもいっぱいいたと思うんですけど、竹とかもそうだと思いますし、堂安とか中村敬斗とかもそうだと思うんですけど、ゆきさんが実際にそこにいたんで、実際はどうだったのかなっていうのをちょっと聞きたいんですけど。アンダー23が亡くなったことによって選手の発見が少し遅れてるっていう事実。ユースの選手がアンダー23行った時、もうさらされるんですよ、すっごく。立ち直れないぐらいさらされる。そこからのこうリバウンドが逆に我々指導者は欲しがってた部分でもあって、ユースにいたらさらされる状況がない。トップ行ったらちょっとそこまでのレベルじゃないので、さらされるっていうかもう入れない。で、アンダー23がちょうどこうさらされる。高校生が J3 の選手に対して、あ、J3 でもこんなにやられちゃうんだっていうのが、自分の立ち位置もわかるっていうところでは。で、これが面白かったのは、やっぱり春から冬になるとだんだんさらされなくなってくるっていう。これが例えばユース年代にいたら多分この曲線は描けなかったっていう。なるほど。面白い。なので非常に残念というか、まあうちも今、左サイドバックカシーフっていう選手がいるんですけど、はい、彼もアンダー23で高校3年生の時さらされまくって、でも泣いちゃうぐらいさらされて。やっぱそうなんですね。でもあの時カシーフは非常に伸びましたね。もう冬になったら堂々と。23の子たちとも対峙してましたので。それってやっぱ練習試合とかとは全然違うんですか？全然違ったね。練習試合でだからできちゃう時もあるから、高校生が J1 の同じクラブで出場機会がなかった翌日の試合で貸し出されて、こうスポットで入るってあんま見えないんだよね。なぜなら周りも同じような境遇でそこに一人入るからレベルはそこまで下がってない。でもアンダー23であったのは、トップ2人で、あと全員高校生って時もあったんです、東京は。エンタゴにやられたけど。でも、結局その、面白い残った、9人ぐらいの選手が、まあまあ今、J リーグ、他のクラブも含めてプレイしてるわけで、チャレンジとしてはもう有益しかなかった。現場の立場から言わせてもらうと。だから、その、成長のスピードを少しくらされてる、アンダー23がないことで、っていうのも確かですね。はい。だから、例えば、ゆきさんが今、ユースの監督でやってたら、やっぱりそこを、じゃあ、もう3年生とかだったら、プロに活かしても練習はできるけど、試合では試せないじゃないですか。その発見の部分で言うと。あったら大きいってことですよね、もうそこは。めちゃくちゃ大きいし、ただ、なかったらなかったで、やはり次の手を打たなければならないので、うちのクラブはすごくそこを考えてくれていて、ご出場機会が少ない、トップチームの選手と、ユースの少しタレントプールじゃないけど、有望な選手をガッチャンしてトレーニングをさせてもらえるっていう。全然違うんですか？それはやるだけでも。去年も川崎とやった時も、川崎まあまあいいメンバーで、1.5 軍ぐらいで来てくれて、で、その3本目に高校生のセンターバック出て、相手ダミアンとか小林優とか、そういう選手と高校1年生のセンターバックがまあまあ頑張ってて、まあもちろんさらされてるわけですけど、その彼にとっては、あんなにいい選手とできないですからね。そこはクラブに対しては非常に感謝というかありがたい環境ですよね。やっぱり U23 欲しいですけど、やっぱできなかった理由は今みたいに、現実的にクラブで言うとトップの選手2人だけど、あと高校生とかっていうメンバーを探すのは大変だったりとか、あとは単純にやっぱり場所とか、運営が大変っていう面がすごい大きいんですが、それをやるには体力が必要。どっちかというと後者だと思います。今の話で言うと。はい。難しいですね。そう考えると確かに。ですので、我々現場レベルでは有益しかなかったんですけど、やっぱそれ以外のこともありますからね。もったいないですね。そう考えると。なんかね、サテライトリーグでも、アンダー23でも復活はしてほしいですよね。現場レベルから。今は、現時点ではもう、エリートリーグみたいなのもなんかエリート B リーグじゃないか。スライトリーグみたいなの地域でやるみたいなのもあったんですよね、前は。それも、まあ自主運営というか、スケジュール的に試合がなくなっちゃったり、はいはいはい。っていう現状ですね。